雪まだバリバリ積もってますね。はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。あ、ドラちゃん図が高いよ。ありがとうございます。早速なんですけども質問回答をさせていただきます。0015オレンジさん、ふと思ったんですけど、一冊書き終わったメンタルノートって断捨離してるんですか、それとも取っておいているんですか、気になります。ご質問ありがとうございます。こんな感じでなんか本当に素朴な疑問とかでもいいので、質問だったりとか、あとコメントもですねいただけるととても励みになりますので、はい、この動画を見てるあなたも何でもいいので、あの気軽に書いてみてください。はい、ということで早速いきましょう。はい、僕のメンタルノートは今これぐらいあります。まあまあまあ、あの言いたいことはわかります。あの自称ミニマリスト気取っておいて、なんでこんなに大量にノートを持ってるんだと、全然ミニマルじゃないじゃないかっていうふうに言いたいんですよね。はい、まあ分かってます分かってます。あの僕もですね、これ正直一冊書き終わったらもうポーイって捨てればいいなっていうふうに思ってるんですけど、あのこれはですね僕自身そのなんか葛藤が今あります。捨てたいんだけど、うん、ちょっとこれは取っておきたいなって思ってるっていう、なんかちょっとこうジレンマを抱えている部分ですねこれは。はい、一応あのタイトルには断捨離できないシリーズみたいな感じの文字をちょっと入れておきますけども、はい、で断捨離できない理由に関してはちょっと後ほどですね言い訳をさせていただきます。まあ、とは言っても品川から初台へ引っ越した時に、その品川に住んでる分のメンタルノートっていうのは断捨離をしたわけなので、その初台に引っ越してからの分ですね、まあ、このノートに書いてあることはかなり個人情報が満載なので、どれだけちょっとお見せられるかなっていうところなんですけど、まあ、僕字汚いんで、まあ、パッとならちょっとお見せできるかなって感じです。まあ、こんな感じですね。こう図を書いたりとか自分の考えを吐き出したりとか、ここはですねこうなんか今月の反省点と来月どうするかみたいなの書いてあったりで、このスペースはですね今何を考えているのかっていう、その頭の中にある思考の断捨離をですねノートにしてるっていうところですね。なんか図だったり文字とかいろいろ駆使してる感じですね。で片やこっちはもうひたすらリストアップですね。これもですね、今日も何々できてありがとうございますっていうふうに全部書いてあるんですよ。今日も何々できてありがとうございます、今日も丸々できてありがとうございますっていうのを全部書いてあるんですけど、これですね感謝ノート、感謝ルーティーンですね。これもですね実は多くの経営者さんがやってるっていうですね。まあこんな感じでもうひたすらノートに書きまくってますね。でここら辺からもうリストアップじゃなくて、もう単純に頭の中にある思考を吐き出しまくってるって感じですね。こういう図を描いたりとかですね、こういう図を描いたり、まあ結構図も描いてるんですね。こんなのも書いてありますよ。不動産関係者が警戒する5箇条、5年以内には見向きもしない。多分これ5年以内の物件には見向きもしないってことなんですね。小学校までの距離を確認する、半径 200m を Google マップで確認する、神社を確認する、事故物件を確認する。これ確かマックス村井さんがご自身のチャンネルで語ってたことなんですけど、こういうのもですね僕メモったりしてます。まあ、こんな感じでブレインダンプしたりリストアップしたり、他人からいただいた名言をですねちょっとメモしたりとか、まあそんなことをですねひたすらやってますね。で僕はメンタルノート以外にもこういったエバーノートアプリにもちょっとメモったりもしています。でその使い分けに関して、その厳密に分けているわけではないんですけども、電車の中でなんかこういいアイディアが思い浮かんだとか、電車の中でちょっと思考の整理をしたいなってなった時に、このエバーノートアプリをスマホで立ち上げてこうプリプリと書いたりとか、まあいうふうにしています。プリプリってなんだろう。個人的にはやっぱりこういうノートに手書きをした方が僕は楽なんですよね。で僕ですねこうなんかリストアップをこうバーってしながら、なんか途中でこういう図をですね書きたくなるんですよ。その矢印をですねこうピッ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 ってこう引いてたりとか、その手書きのノートの方がやっぱサクッとこう何でも書きやすいっていうのがありますよね。まあ、デメリットとしてはこう僕字汚いんで、こうパッと見た時に自分でも解読不可能な文字があったりするんで、ちょっとそれはちょっと よろしくないなっていうところはあります。まあ、それから比べたらエヴァノートは当然のごとくその字が綺麗なので、すごいあの読みやすいです。
これをやり始めてからアイディアがどんどん出てくるし、やりたいことやらなきゃいけないこと、やらなくてもいいことっていうその分別っていうかその精査ができるようになって、どんどん身軽になっていくんですよ。まあ話がだいぶそれましたけども、まあ先ほどの質問に戻りまして、1日、まあじゃなくて1冊書いた後に断捨離するんですかっていう質問に対しては、僕は今はできてませんっていう回答ですね。はい、本当はしたいんですよ。本当はなんか書いてその自分でその見返した時も認識できない文字がいっぱいあったりするわけです。なので見返す意味ないじゃんみたいないうふうに自分もですねツッコミを入れたりしています。で、僕がですね、なんでこのノートを断捨離できないのかっていう、その言い訳はですね、まあこれを見ると自信がつくんですよ。品川から初台へ引っ越した時っていうのは、僕はまだ正直そのお金面ではですね、カツカツカツでした。はい、なのでそのなんかこう贅沢をしたりとか、あ、そんなことはですね一切できる状況じゃなかったんです。なのでその時に書いたノートで、この財布が欲しいとか、こういったスーツケースが欲しいとか、まあそういったものをですねつらつらと書いていたわけです。これ絶対ゲットしてやるとかっていうのをまあ書いて、でこうやってノート見返している時に、まあ字は汚いんですけど、その当時に書いたやりたいことだったり、なりたい状況だったり、欲しいものを見た時に、お、叶ってんじゃん、あーなんかちょっと進歩してんじゃないのとかですね、成長を感じたりとか進化を感じたりすると、なんかこうすごいこう深いところで自信を感じることができるので、なので僕はですねこう落ち込んだ時だったりとか、ちょっとこうやる気が出ない時だったり、まああとその動画のコメント欄にねこう誹謗中傷をですねこういっぱい見てしまった時、まあガンって落ちるんですけど気持ちが、そうなった時にこうすぐですねこう励ましてくれる人っていうのは、まあ僕は今周りにいないわけなんで、そういった時にこのノートを見返すと気持ちがまたクッと上がって、よし今日も頑張ろうみたいな気持ちになれるので、そう、なのでその昔はですね、まあブレインダンプだったりとかリストアップとかしてたかもしれないんですけど、その今となってはですね僕の自信を上げてくれる、まあそんなですね、まあ資産の一つって言っちゃ格好をつけてますけど、まあそういった感じになってるんですね。そう、なので僕今話しながら思っていたんですけど、じゃあ自信を上げたいならそういう自信を上げるメンタルトレーニングをすればいいじゃないかと、まあ、ちょっとこのメンタルトレーニングのあり方もですねちょっとまだまだブラッシュアップしなければいけないなという感じですね。ということで今回は、まあ、刺さる人には刺さるし、刺さらない人には全く興味のないお話になっちゃいましたけども、はい、もしですね今回の動画がちょっとでも面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。